まもなく静岡翔洋高校のキックオフで試合が開始されます。高校9番山田光平くんのトライです。佐賀工業高校5点を先取いたしました。5対0になります。ゴール成功いたしまして、佐賀工業高校2点を追加、7対0になります。工業高校14番坂井誠太くんのトライです。佐賀工業高校5点を追加いたしました。12対0になります。ゴール成功いたしまして、佐賀工業高校2点を追加、14対0になります。Bravo!
べねえのトライです。佐賀工業高校5点を追加いたしました。19対0になります。佐賀工業高校2点を追加、21対0になります。お客様のお呼び出し申し上げます。東京都からお越しの竹橋様、お伝えしたいことがございますので大会本部までお越しください。東京都からお越しの竹橋様、お伝えしたいことがございますので、工業高校11番水間優斗くんのトライです。佐賀工業高校5点を追加いたしました。26対0になります。
コール成功いたしまして、佐賀工業高校2点を追加、28対0になります。東京高校のコラプシングです。ハイタックルです。
静岡翔陽高校の危険なタックルです。佐賀工業高校2番大塚慎太郎くんのトライです。佐賀工業高校2点を追加いたしました。5点を追加いたしました。33対0になります。ゴール成功いたしまして、佐賀工業高校2点を追加、35対0になります。まだまだ ハーフタイム、前半が終了いたしました。佐賀県代表、佐賀県立佐賀工業高等学校対静岡県代表、東海大学附属静岡翔陽高等学校の試合は35対0で佐賀県代表、佐賀県立佐賀工業高等学校がリードしております。それではハーフタイムを利用いたしまして、両チームのメンバーをご紹介いたします。まずバックスタンドに向かいまして、右側、静岡県代表東海大学附属静岡翔陽高等学校、フォワード、左プロップ1番久保田光太くん、フッカー2番上柳凱くん、右プロップ3番岡本瑞希くん、左ロック4番滝雄大くん、右ロック5番小森健太くん、左フランカー6番中野キラくん、右フランカー7番新井春樹くん、ナンバー8と8番キャプテン佐藤翼くん、ハーフバックススクラムハーフ9番松浦寛介くん、スタンドオフ10番山川翔輝くん、スリークォーターバックス左ウィング11番安武薫くん、左センター12番田島拓郎くん、右センター13番望月優輝くん、右ウィング14番稲間海斗くん、フルバック15番穂崎翔くん。以上が静岡県代表東海大学附属静岡翔陽高等学校のメンバーです。代表佐賀県立佐賀工業高等学校、フォワード、左プロップ1番石川大輝くん、フッカー2番
大塚慎太郎くん、右プロップ3番谷口颯くん、左ロック4番山内海斗くん、右ロック5番山崎海くん、左フランカー6番中尾大河くん、右フランカー7番キャプテン松田光太くん、ナンバー8、8番桑島一生くん、ハーフバックススクラムハーフ9番山田光平くん、スタンドオフ10番中西海斗くん、スリークォーターバックス左ウイング11番水間優斗くん、左センター12番小柳拓人くん、右センター13番矢野雄太郎くん、右ウイング14番高井聖太くん、フルバック15番安永まといくん。以上が佐賀県代表佐賀県立佐賀工業高等学校のメンバーです。なお、この試合のレフリーは関東協会公認加古大輝、アシスタントレフリーは竹内、虎松、榎本、以上の3名です。この試合は30分ハーフで行われております。